はい、1907回始めます。2023年11月22日です。ああ、いや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 、寒いっすね。早く。はい。NHK スペシャル見ました。混迷の世紀第13回。いやいや、これ何回まで行くんでしょうか。混迷の世紀第13回、世界債務危機は止められるかっていうことで、やってましたよ。アフリカのモロッコ、イスラエルとハマスの激しい衝突に世界の目が注がれる中、先月日本政府が主導するある交渉が大詰めを迎えていましたっていうことでね、モロッコでね、財務省の国際部門トップ神田財務官、外国からの借金を返せなくなり債務危機に陥った国を救えないかっていうことでね、各国と交渉してるっていうことで、はい。で、2020年代に入りね、激動する世界ね、今回のイスラエルとハマスの戦闘もそうですし、ウクライナ戦争もそうですしね、この2020年代に入ってね、激動する世界ですよ。そんな中、いろんな危機がある中ね、債務危機、これも大きな問題だよっていうことで、債務危機をめぐる国際交渉の舞台裏っていうことでね、Nスペやってましたよ。デフォルトね、債務不履行に陥るリスクのある国が増えていますということで、そうした国を支援してきたのがワシントンに本部を置く IMF 国際通貨基金、ね、これらを中心とした先進国でしたということでね、デフォルトに陥った国々を、支援って言えば支援だけどね、その支援された国から言わせると、いや IMF のおかげでひどいことになったって言ってる人たちもいますけどもね、中にはね、このしかし近年この枠組みとは別の動きをする中国などの国が台頭してきてるっていうことでね、具体的には中国が主にですけども、中国、ロシア、あとインドね、最近だとが、いわゆるこれまで、途上国を支援する、お金を融資してね、貸して、近代化するためにお金を融資したりしてきたのは IMF を中心とする、いわゆる西側ヨーロッパ各国、アメリカ、日本、西側先進国が主だったんですけども、最近はその枠組み、だけじゃなくてね、中国とかロシアとかインドとかは独自に、独自のやり方で、途上国、発展途上国を支援してるっていうことでね、なんというか難しくなってきてるということ、これまでは良かったんだけどね、ここ20年代に入ってウクライナ戦争とか、あと景気のね浮き沈みはあるでしょう。最近はねちょっとねなかなかね、要はたくさん金を貸してきたと、それが、返せない返済不能になってきてデフォルトになるような国デフ、なりつつある国が増えてきてるってことですね。で、語り、上田さん、愛さん。この上田さんの語りね、毎回、混迷の世紀。重いんですよね、なんかね、ちょっと怖くなっちゃうような語りなんですよね。うまいんですけども、はい。上田さんの語りですよ。はい。で、外国からのね、債務を返さなくなったっていう、この代表格、スリランカですね。このスリランカのために、世界各国が一堂に集まり、債務整理を目指すことになったと。で、今回デフォルトしたスリランカ、債務総額約360億ドル、日本円にして5兆4000億円ですよと。スリランカの経済にしたらこの5兆4000億円、360億ドル、これは大金ですからね、返済するって言ってもね、もう大変ですよ。金利だけでも大変ですよ。で、日本をはじめとして22カ国が融資未回収リスクを抱えることになったと。22カ国ね、日本をはじめとして22カ国ってなってますけども、たくさんお金貸してるのはこの中ではね、22カ国の中では、日本かなりの部分占めてるんですけどね、はい。で、議論を主導することになったのが、交渉チーム率いることになったのが神田正人財務官ですね、この方が、中心になってこのスリランカの債務をみんな強調して、やっていきましょうよと、
まあ基本的にはね、まあこれ国家間の金の貸し借りね、もうそうだし、まあ日本なんていうの、日本の会社の融資とかね、金の貸し借り、貸し借りもそうだし、個人間の金の貸し借りもそうだけども、貸した方がね、返してもらえないと、うん、相手先のね、都合というか返せないっていうね、うん、ことで言った時に、どうするかね、まあ金利を安くするとかね、うん、まず一つ、あと返済期間を延ばす、もうこの二つしかないですよね、うん、そのね、返済期間とあとどれぐらいに伸ばすか、あと金利をね下げるって言っても どのぐらいまで下げるかっていうところが、まあこの強調なんですけども、うん、これが、まあ、IMF だけがね貸してるんだったらまだ良かったんだけども、話は簡単でね、今ねその IMF だけじゃないと、スリランカの対外債務、これ中国がなんと 51%、 世界一スリランカに貸してると、で日本 22%、 インド、フランス、韓国と続くということで、中国がもう過半数対外債務、スリランカの対外債務 51%、 日本 22% ね、ですよということです。はい、で返済期間とかね、金利などね、これ各国が公平負担になるように合意目指すっていうことだけども、まあ IMF だけだったらまだしも、この中国、うん、に足並み揃えてもらうのが今回なかなか難しい。あとインドとかね、うん、いうことで、まあ神田財務官いろいろ苦労されてるんだと思いますよ、もう。はい、でこのね交渉ね、スリランカの債務問題、これ交渉を急ぐのは1997年ありましたね、世界通貨危機、これタイバーツから始まってね、うん、まあ世界通貨危機、まあアジア通貨危機っても呼ばれてますけど、タイバーツから始まって韓国とかね、他の国にも飛び火してっていうことですよ、うん、この大混乱を極めたと、うん、その混乱を未然に防ぐために、まあ、神田財務官、このね97年の悪夢に陥らないようにスリランカの対外債務をなんとか、うん、ね、将来に見通しつくようにしていきたいっていうことでね、やってましたよ。で今デフォルト状態、債務不履行状態にある国、少なくとももう3カ国あると、ね、今出たスリランカ、あとガーナ、アフリカのね、ガーナ、あとアフリカのザンビア、この3カ国はもうすでにデフォルト、債務不履行状態ですよと。あと要警戒国、ね、34カ国、まあデフォルト一歩手前みたいな感じのところが、ラオス、ソマリア、スーダン、エチオピア、カメルーン、ジンバブエ、ドミニカ、モザンビーク、パプアニューギニア、アフガニスタンということで、まあまあまあアフリカを中心に ラオスとかね、パプアニューギニアとかアフガニスタンとか、うん、ですよ。はい、34カ国もあるという、今言った中以外にもあるということですね。もう、うん、これらの国ももうデフォルト、いつ落ちても おかしくないような状態ですよと。これらの国が、デフォルトに陥らないように、まあ、今通貨危機みたいなことが起こったら、もうこの34カ国はおそらくすぐデフォルトになると思うんでね、飛び火するんで、うん、97年のようなことにならないように、まずはデフォルトに陥ったスリランカのこの対外債務、うん、将来にわたってどうやって返済していくかっていうのを目処をつけたいっていうことですね。はい、で今背景にあるのが、まあ、急いでる背景にあるのは記録的なインフレ、世界的なインフレですよと。まあウクライナ戦争もあり、ね、原油価格の高騰もあり、ね、まあ、日本にいるとあんまり感じないですけど、まあ、ヨーロッパとかアメリカとかね、あと東南アジアとかの物価の値上がりっぷり、物価の上がりっぷりって言ったら、これ半端ないですよ。うん、年率にして 10% とか 15%、20%、それ以上のところもありますよね。日本だとまだね、ガソリンが高くなったな、電気代ちょっと高くなったなぐらいのもんですけど、言ったって2倍、3倍にはなってないですから、うん、これ世界的に見ると日本一番物価がね、安定してるんじゃないかっていう部類ですよ。はい、今ね、はい、記録的なインフレ世界を襲ってると、ね、コロナの影響もあった、ウクライナ戦争もあったと。でインフレになると、まあ各国金利上げますよね、アメリカ、ヨーロッパね、アメリカの FRB、 あとヨーロッパの ECB 金利上げてますね、軒並みね、うん、どん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 。そうなってくると、今までどん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 ね、低金利で時代は
ね、ヨーロッパとかアメリカとか日本もそうですけど、日本はまあずっとね金利低いですけど、あの低金利時代っていうのはどんどんあのその途上国とかねにお金が流れてっていったと、うん、金利つかないからアメリカとかヨーロッパにお金置いててもどん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 途上国に融資して貸して、うん、そっちの方が金利高いからっていう形だったんだけども、アメリカヨーロッパの方の金利がね今上がってきてますよ、インフレで、うん、すると資金が逆流してアフリカとかね、あの中央アジアとか発展途上国からどん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 アメリカヨーロッパ勢が資金を引き上げて自国に戻していると、そうなってくると今までお金がねジャブジャブ潤ってたのがあの引き上げていくわけですから、これ途上国の方が困ったもんだということになっているということですね。で、うん、2000年代半ば以降ね、あの外国からの投資で急速にね、まあ、スリランカですね、あのインフラ投資重ねてきたと。まあスリランカだけじゃないですよ、他のねガーナとかザンビアとかスーダンとかソマリアとかエチオピア、そういった国々もそうですよ。2000年代半ば以降外国からの投資でどん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 インフラ投資をしてきたと、急速にね、スリランカの国際空港ね、ここはもう世界一暇な空港って言われてみたいですよ。はい、なんか地方空港なのかな、名前は出てなかったですけど、採算性が、ね、めちゃめちゃ低いし、世界一暇な国際空港、国際空港なんだけどほとんど飛行機が今飛んでないみたいな感じですね。暇そうに警備員の方いましたね、はい、でローンが滞ったことを理由に99年間中国に運営権が移った港ね、これも問題になってますね。99年間ですよこれから、うん、中国に運営権が移った港、ほとんどもう港ね、中国にもう取られちゃったみたいな状態になってますね、スリランカ。まあこれがね中国の一帯一路といいますか、あの中国流の、まあ、ヤクザ風な金の貸し方、これ返済できなくなったらね、あの運営権うちがもらうからねみたいな契約書に入ってるんですねこれね、中国ね、スリランカの港一つもう99年間我が物顔で使えますよってことになってます。はい、で JICA、ね、日本の JICA がね、今融資してるのが、まあ、今っていうかねこれまでやってきたのが、スリランカ最大都市コロンボ近くの空港の拡張工事、これ日本がね JICA がやってたんですね、国際空港の拡張工事、約740億円をかけてね、バンダラナイキ国際空港っていうところですよ、ここの拡張空港をやってたんだけども、うん、今日本企業も撤退して、ね、工事がストップしてるっていう状態、これをもうなんとかねしたい、再開させたいんだけどもっていうことですね。はい、でまあ日本および先進国ね、あの IMF は主にというかね、大体まあ例えばお金を融資するとき、うん、まあ、あの金利は 1.1% ですよ、で返済期間は28年間っていうことで、比較的長い期間で長期的に金利を抑えて 1.1% ですから、金利もう破格ですよね、これぐらいの低い金利で貸し付けてるんだけども、先進国は、中国は金利 4.2% しかも返済期間は10年未満っていう形で、短期で金利が 4.2% 高いっていうことですね。はい、いい時はいいんだけどね、これちょっと経済がね下向きになってきた時の 4.2% っていう、これ金利はきついという時に、まあね、債券、まあ、先進国も貸してるし中国も貸してるんだけども、やっぱり同じねスリランカ、これデフォルト状態の時にこれからのスリランカ、うん、まあスリランカにも国民がいてね、食っていかなきゃならないんだから、なんていうのかな、国民のため、なんていうのかな、完全にもう食に困るような状態にしないために、足並み揃えて、まあ、金利優遇するとかね、うん、返済期間を長くするとかね、いうふうにしてどの国も公平に貸す側、借りた側、うん、公平にね、そしてウィンウィンじゃないけどね、ウィンウィンとならなくても、うん、なんていうのかな、スリランカは無理なくこれからも経済活動をやっていけるようにっていう落としどころをつけたいところなんだけども、なかなかこれがどうしてこの IMF とかの枠組みでやってない中国とかインドとか
ロシアとかそういったところと歩調を合わせるのが難しいっていうことですね。神田財務官苦労しているところだと思いますよ、うん、でスリランカ国民ね IMF から、増収ねぜあのあいあのスリランカの税収ね税収のを増やすというためにまあ、ね、融資返済しなきゃならないわけからねスリランカ政府はするとやっぱ税収増やせと、うん、IMF から言われるとすると、まあ、いわゆる付加価値税日本の消費税みたいなのを、まあ、15% に引き上げたということでこれスリランカ国民ね怒りますよね。消費税 15% になったと電気料金も2倍になったということで、まあ、デモとか暴動とか起きてるっていうことですね、うん、だからまあ IMF がね、うん、金利とか優遇して返済期間もあれするんだけどもその代わり税収は増やしてもらいますよいわゆるスリランカ国民の負担は増やしてもらいますよなことになるとスリランカ国民からしたらね、うん、金貸すときはいい顔してみたいな、うん、景気悪くなってきたときには今度税収上げんのかよと国民の生活、うん、厳しくなるじゃないですか ただでさえ豊かな国じゃないんだからみたいなことでね暴動とか起きてるみたいですよ、はい、なかなか難しいこれで97年当時の例えば韓国なんかもこういう IMF 体制って言ってね韓国では言われてますけども国民から国民はかなりしんどい思い しましたよあの時もね財閥をバッタバッタね潰してみたり統廃合してみたりうんいうことでまあ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 スリランカの新大統領も言ってましたよねあまりにも金を借りすぎたと必要以上にそうなんですよ本当にもういい時にねやっぱり借金っていうのは個人もね会社も国もねほどほどにしないとっていうことですねはいスリランカはもう付加価値税が 15% にね 8% から 15% に一気に引き上げられ電気料金も一気に2倍になったと困窮する国民が増えて国民は猛反発したということで世界銀行によるとこれらの影響でねスリランカの貧困率はなんと2021年、ね、今から3年前は貧困率 13% だったのが2023年の今年には、うん、なんと 28% っていうこと倍以上貧困率上がってるっていうことですね、うん、でインドとか中国の台頭で国際協調が非常協調ね国際協調が非常に難しくなってるってことですねでリーマンショック後の金融緩和これで、うん、お金がねジャブジャブ新興国に流れたとでコロナでさらにお金ジャブジャブ吸ってヨーロッパアメリカ日本ねで膨大な資金が、うん、新興国に流れたんだけどもそれが今回の急速な、物価高騰うん、インフレで、資金が途上国から先進国に逆流し始めてると、うん、そんでもう新興国困ってると、ね、スリランカだのアフガニスタンだのエチオピアだの、うん、困ってるということで最後シカゴ大学のラグラムラジャン教授シカゴ大学のねアメリカ、うん、インドの中央銀行総裁も務めたっていう、まあね方ですよ。うんはい、この方が言ってると危機は無関心と常に隣にあるって言ってますね、はい、問題は途上国に限りませんと、うん、先進国は膨大な債務を、抱えてるってことで、まあ、日本なんかいい例ですよね借金だらけ、うん、これ今途上国がね大変な思いしてるけどもデフォルトとかね言って、うん、まあまあまあ、途上国が困ってるイコール途上国の国民ね困ってる電気料金は2倍になるし、うん、消費税で 8% だったのが 15% に上がるしで貧困率は倍以上に上がってるしっていうことで、ね、途上国の新興国の国民たちが困ってるということなんだけども先進国の皆さんはもう無関心、うん、危険は無関心と常に隣にあるってこのシカゴ大学、インドの、ね、中央銀行総裁を務めたラグラムラジャン教授が最後に語ってましたね。で、この、まあまあまあ、これは言ってなかったですけど、途上国がね、バッタバッタと倒れて、ね、債務不履行、
デフォルトに陥っていくと、まあ、これが連鎖反応的にね、うん、新興国から始まって中堅国、例えばタイとかアルゼンチンとかトルコとか南アフリカとか韓国とかいうところに広まっていくと、もう先進国も人事じゃないよと、うん、いうことで、まずこの連鎖の最初の今の段階、スリランカならスリランカのあたりで止めていくっていう必要があると。それを、まあ、今神田財務官中心になってね、スリランカの債務返済問題、これをまあ躍起になって国際協調、中国とかと話し合って、ね、みんな公平に、なんていうのかな、うん、リスク、なんていうかな、マイナス負担するにしてもみんな公平にしていきましょう、協調していきましょうっていう時になかなか足並みが揃わないっていうことですね。はい、危機は無関心と常に隣にあるってね、いうことを、うん、言ってました。シカゴ大学のラグラム・ラジャン教授、はい、マザー・テレサも同じようなこと言ってましたね。愛の反対語は無関心だってね、私大好きな言葉なんですけど、まさにその通り、愛の反対語は無関心、ね、愛の反対語って言われた時にピンとこないんですけど、まあ、無関心ですよ、無関心、これが一番怖いと。まあ、ウクライナ戦争にしてもそう、イスラエルと今ね、ハマスがやってることもそう、ね、いろんな問題に対して、まあ私もそうですけどね、日々の生活に追われて、無関心ちゃ無関心ですよ。大変だなと思いますよ、イスラエルとかガザ地区の、ね、人たちとか大変だと思う。電気も水も止まってみたいな、ね、病院とか爆破されてみたいなね、うん、ウクライナの方々とかね、本当大変だと思うって言って、私なんか無関心であるわけじゃないんだけども、日々の生活っていうのはね、私らは私でありますから、まあ、日々忙殺されてね、なかなかね、でもそんなだけでもね、うん、寄付はできなくても、具体的にね、体を動かしてその現地に行けなくても、関心だけは持っておきましょうということ、うん、愛の反対は無関心だよ、バイマザーテレサ、好きな言葉なんですけど、このシカゴ大学の教授も言ってますね、危機は無関心と常に隣にあるということで、まあ、まあスリランカね、これ有名ですね、デフォルト、スリランカデフォルトになって、ね、港中国に取られたっていうねこういうのがどん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 出てくるんじゃないかと、これからね、まあ中国もね、このヤクザみたいな商売やりますよね、本当にね、うん、とんでもない、もう契約に入ってんだから99年間ね、お金返せなくなったら99年間この港をうちが使いますからねっていう風になってるっていうね、これヤクザかよっていうね話ですよ。はい、 NHK スペシャル、うん、混迷の世紀第13回世界債務危機は止められるのかっていうことでね、はい、今急速にね、うん、インフレで金利上がってきましたから、うん、アメリカヨーロッパこれ資金が逆流してるってことで新興国大変だと思いますよ。そんな中でね、97年の通貨危機みたいなことを起こさないようにね、神田財務官はじめ世界中の IMF の方々とか苦労なされてるっていうことをやってました。終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。